人情、裏長屋、山本修五郎作。三年目。大好きなお話です。読みたいと思います。相変わらず。土地利もあるし。上手には読めませんが。もしよろしかったら。お付き合いください。一の一。 どなたですそう言って覗いた顔を見て友吉は孫ついた。家を間違えたのかと思って慌てて左右を見ましたが、間違えるはずはなかった。ここに角太郎という職人がいたはずなんですが、引っ越しでもしたんでしょうか。さあ、角太郎さんね、四重絡みの実定の男だった。 聞いたことのねえ名だが、音やおめえ、角太郎さんって人知ってるかそんな人は知らないね。障子の向こうでめんどくさそうな声がした。私どもはこの三月に移ってきたんだが、その前には吉兵衛という同業の担ぎ五福がいましてね。その男は一年ばかりここにいましたよ。 そうですか。そりゃあ、どうも。とんだお邪魔をいたしました。トムきはとぼんとした気持ちで路地を出た。旅がっぱにわらじばきで番傘をさしている。そのちぐはぐな格好をそっくり映したような気持ちだった。箱根を越す時からぶっ続けの雨は、江戸ではもう半月以上になるという。 七月二十日だというのに、合わせて来きてもいいほどの冷え方であった。どうしたんだ、核のやつ京橋八丁堀の裏町。暮れかかる道の上は、足の甲を越すほど雨水が溜まっていた。いくら頼りをしねえ約束だって、引っ越し先くれえ知らせてよこさねえ方があるか。どこへ越しやがったんだろう。 友吉は下打ちをしながらつぶやいた。張り詰めてきた気持ちが一時に崩れて、けじめのつかないがっかりした頭の芯に、ふと大きくの美しい目が大きく描き出された。よ、友さんじゃねえか。えやっぱりおめえか。どうしたい風呂帰りであろう。浴衣に平受けで手ぬぐいを持った 三十七八の男が傘を傾けながらやってくる。友吉にとっては親方筋にあたる大工の棟梁の息子で、仁太郎という道楽者だった。ああ、これは堀の若棟梁でございましたか。ずいぶん久しぶりの対面じゃねえか。なんだか髪型へ行っていたってが、 今帰ってきたのかいへえ、まだこんな格好なんで。そうかい。それっておめえ、これから核のところへ行くつもりなんだろうが、核はいねえぜ。若通りはご存知ですか核はおめえ、お菊さんと夫婦になって、二年目に元のところは引っ越しちまった。何でも今は深川端にいるってこったぜ。 角が、お菊さんと。友吉は、足が震えるのを感じた。二太郎はふと、往来中だということに気づいた様子で。どうだ、トもさん、久しぶりで会ったんだ。どこかで浴衣にでも着替えて一口付き合わねえか。どっちにしてもその格好じゃ、しょうがあるめ。いいうちがあるぜ。 ありがとうございますが。お菊と角太郎が妙途になったという、友吉にとっては信じられないことであったが、今現に家を訪ねて須賀を食ったばかりなので、もしやという鋭い疑いが胸へ突き上げてきた。それで彼は二太郎と付き合う気になった。詳しいことが聞けるだろう。そう思ったのである。 桜橋の貸しっぷちに、川よという、ちょっと名の売れた小料理屋がある。二太郎は馴染みと見えて、いい顔だった。そこで友吉は、食べ自宅を脱ぎ、ざっと風呂を浴びて、さっぱりした体に、浴衣を引っ掛け、堀の見える二階の小座敷で二太郎と、酒を取り合った。全体ともさん、おめえどうして髪型になんぞ。 出かけてったんだね。調子を二本、ほろっと来始めたところで、二太郎が話を誘い出した。日に四問目の稼ぐ職人は百人に一人と言われている。おめえはその百人に一人の稼ぎ手だ。そいつがひろた屋がなくなるのと一緒に、ふいと髪型へ行ったのは、わけがあるんだろう。 えー、それにはちょいと身の恥を離さなくちゃならねえんですが。おっと、逆は置かねことにしよう。実はこうなんです。仁太郎の言うとおり、キ吉はいい職人だった。五郎兵町の広田や伊兵衛という大工の下で、子概からずば抜けた腕を発揮し、十七歳の時にはすでに一人前の手間取りに、 なっていた広田屋は当時左前で友吉とその弟分の角太郎という2人しか職人を持っていなかったが伊平は友吉を一人娘の大きくの婿にしてやがて広田屋を盛り返そうと考えていたところが3年前の春 伊兵衛は不審場で大怪我をしたのがもとで、ついにはかないことになってしまった。そしてその臨中に、お菊と友吉と夫婦になって、もう一度ひろ田屋の名を盛り返してくれと遺言したが、さらにそれに付け加えて、だが、それには友吉に頼みがあると苦しい息の下から言った。友吉はいい職人だ。 けれども、たった一つの傷は、手慰みをする。お前は隠していたつもりだろうが、おら、知っていた。場合が場合だけに、友吉は、合口を胸へ突っ込まれたような気がした。事実彼は、その二三年来、ひそかに爆地場へ出入りしていたのだ。お願いだ、友吉。叱るんじゃねね。死んでいく異変が、 心からのお願いだ。どうか今日限り、サイコロは捨ててくれ。あしはその時泣きました。友吉はぐっと酒を煽った。そうです。泣いて親方に約束しました。この場限り、バクチはやめます。二度とサイコロには手を触れませんと。 平田屋やはさぞ喜んだろう。喜んでくれました。そしてその晩に亡くなったんです。足親方の喜んで死んだ顔を見て、こいつは少年を入れ替える時だと思いました。それで髪型へ立つ決心をしたんです。それはまたどうしてだね。悪仲間のいる。 江戸から離れてさっぱりとサイコロの汚れを洗ってきたかったんです。三年も足を抜きゃ仲間とも縁が切れる。それから新規巻き直しに始めるつもりでした。そうだったのか。そんな入り組んだわけがあったのかい。二太郎は友吉の杯に酒を注いだ。たっぷりくれた窓の外は依然として めいるような雨の音だった。それで何かその時、お菊さんのことはどうなってたんだね。広田屋がご存知のようなわけですから、一時店を畳んだ上、八丁堀の角太郎の家へ足の帰るまで預かってもらったんです。すると、その留守の間に、 書くとおきさんができちまってんだよな。ひでえ野郎があるもんだ。おめえが髪型へ立ってから半年もしねえうち残ったぜ。そいつは本当のこってしょうかお菊さんは評判の小町娘だったから噂も相当派手だった。恥を書くのが嫌でなかったら誰にでも聞いてみねえ。 丸曲げに酔ったお菊さんが買い物に出歩く姿、あだなもんだったぜ。友吉は二三倍あおりつけた。びしょびしょと小闇もなく降る雨の音がささくれだった神経にイライラと響く。二人はどこにいますって。友吉が突っかかるように聞いた。 よくは知らねえが、深川の方で見かけたものがあるっていう話だ。さすがに大川のこっちには住めなかったんだろう。自然うちの建場には核くは来ねえから。若頭領、酔ってもようござんすかよかったらどこかへ繰り込もう。い,いえ、それには及びません。友吉の目は粘るような光を。 怯えていた。茅場町の山崎屋という宿の2階で友吉はその明る朝を迎えた。仁太郎は自分の家へわらじを脱げと進めた。そうすれば堀市家の兄分として今後の面倒を見ようという。だが友吉は断って別れた。先のことなんかどうなろうと構わない気持ちだった。 久しく飲まなかったところへ深酒で頭の芯が割れるように痛かった。運ばれた飯には手をつける気もなく窓からぼんやり今日も降り続く雨の街を見ているとやはり考えは一つことに落ちていった。そんなはずはねえ、いくら考えても信じられなかった。信じられない後から しかし疑いはしつこく湧き上がってくる。次から次へといろいろな場面が空想される。それは全く身の震える空想だった。いけねえ。こんなことを一人で考えていて,ってしょうがねえ。二人を探すのが先だ。探し出して確かめてから残った。何深川がどれほど広いもんか。 きっと探し出し出てやる友吉は迎え酒をあおってから宿を出た大川の水は茶色に濁ってほとんど岸にあふれかかっていた新大橋には身の傘をつけた人々が大勢出て通行人の制限をやっていた橋が落ちそうだというのである 実のところ渡っていく友吉の足の下で橋はブルブルと身震いをしていた。今夜のげしく危ねえぞ。柔らしたから先は土前へ水がついてるそうだ。湖に来たらしい人々の間にそんな言葉が交わされていた。降り続く雨で本所深川一帯はもう四五日前から 大水の危険に迫られていたのである友吉はそんなことを聞きながら橋を渡った夕方の満潮が危ないと言われていたのにその夜はかえって水が低くなったこういう長雨の時には決して大水にはならねえもんだ。 そう言って経験をた語る老人もいた。しかし新大橋は暮れ方に通行を止められてしまった。永代橋はまだ渡れたが、友吉はそのまま深川で宿を取った。一日中歩き回って、濡れて疲れて、体はボロ切れのようにクタクタだったが、気持ちは逆に鋭くなるばかりで、 飲んで寝たにもかかわらず、朝まで眠れなかった。その翌日も一日無駄に終わった。大工建て場とか、棟梁の家を訪ね回ったが、格太郎らしいものはどこでも探し当たらなかった。雨に濡れ、水の溢れた道をむなしく戻りながら、友吉の心はますます棘を持ち始めた。 んー、<laughs> 惨めなざまはどうだ。自分で自分を罵しった。やりきれない気持ちだった。昨日の宿へ帰ろうとして、八幡前まで来たとき、小料理屋の軒安あを見つけた友吉は、誘われるようにその軒をくぐった。水の不安で客もないらしい。ひっそりした奥から出てきた女が、 いらっしゃいますしと言った途端にあらまあお珍しいともさんじゃありませんか薄化粧した顔驚きでいっぱいにした女友吉にはちょっと思い出せなかったお忘れになったの白状な人ねゴロベーのゴロベー町のお棚の 裏にいたお嫁ですよ。ああ、あの、お嫁ちゃん。ようやく思い出したのね。まあ、とにかくどうぞ。お二階にしましょうね。ゆっくりして出していいんでしょ。珍しいのと不思議の立て続けで、あまりいい好みではない二階の小座敷へ案内した女は、酒、魚を運ぶ間も、 惜ししうに話しかける平田屋の裏長屋にいた船八百屋の娘でちょっと器量が良かったのと誰とでも気軽に冗談を言う明るい性質から一時は界隈の若者たちに随分騒がれたこともあった「私にもいただかしてよ」女は催促するように杯を差し出した。 この5 6日、水騒ぎでお客はぱったりなのすっかり腐ってたところだわおなじみがいに今夜は言わせてもらっていいでしょ別に食はしねえから勝手にやってくんのご挨拶だことでもトムさんは昔からそうだったわ人がやきもきしているのにいつだってそっぽを向いてどこを風が吹くかっていう顔だったわね 今考えても憎らしいわ。なんだ変なところで。嬉しがらせを言うぜ。あの自分はおいらなんざ見向きもしなかったくせに。嘘にもそんなこと言わないでちょうだい。私がトマさんをどんなに思っていたかちゃんと知ってたはずじゃありませんか。へえ、そいつは初耳だな。 とぼけたってダメよ。いつか絹屋さんの蔵の裏で私を泣かせたこと忘れたの四五杯、立て続けの酒で女はもう少し酔った様子だった。言われてみればそんなこともあった。こっちは点でそんな気持ちはなかったので、そぶりや目まぜで心を通わせようとする娘をただうるさいとばかり思っていたが、 いつか町内の絹屋という質屋の土蔵裏でお米が恋文を渡そうとした時一本木から手厳しくたしなめたことがあるいいわその時お米は泣きながら言った「ともさんに嫌われたらおしまいよ私もうダメな女になってやるわ」あの時私本当に 狂わでも身を打ちまおうかと思ったのよ。混ぜていたのね。あの時私は16だった。友さんが18ね。二つ違いは縁がないって言うけれど、本当だったわ。あれから間もなく引っ越したようだったが、ここにはいつ頃から来ていたんだこの家に来たのはつい先月よ。ずいぶん苦労したわ。 お父さんもお母さんも死んだし今では缶ガラスの一輪っきりで気楽だけれどその代わり何の張り合いもありゃしないこの頃は昔のことばかり考えているのよあら喋っていてすっかりお酌を忘れたごめんなさいそいつはもう体ぜおやほんとこんなのってあるかしら おを笑いながら立っていったが戻ってくるといきなり「自分の話で夢中だったけどともさん」と大きな目をしていった「あなたの方は一体どうしたの?」「私はともさんがお客さんと夫婦になって拾った屋さんの後を取るんだ」って聞いていたのに「あれは噂だけのことだったのかい?」。 どうしてそんなことを聞くんだだって、お菊さんが角トロさんと夫婦になってるんだもの。私びっくりさせられたわよ。二の二。おめえ、玉吉はぐっと自分を抑えながら、あのお二人が夫婦になったのを知ってるのか 私はこんな家業しているので、恥ずかしいからまだ口は聞かないけれど、二人で八幡様の裏に書体を持っていますよ。八幡様の裏って言うと、この先を左へ曲がっていけばすぐの大きなイチョウの木があって、その路地の奥、狭いけれど二階造りでちょっと粋ない家だわ。友吉は酔いが覚めてきた。 それで煽るように飲んだ。もう、およねの話も耳に入らず、飛び出したい気持ちを抑えるのが精一杯であった。やはり本当だったんだ。ざまあ見ろという声が頭の芯で何度も聞こえた。三年前の春が思い出される。髪型へ立つ友吉をサメズまで送ってきた格太郎はいよいよ別れるという時になると、 愚直な顔に涙を浮かべて、兄お菊さんは確かに預かった。どんなことがあっても兄の帰るまでは大切に預かっている。どうか安心して行ってくんだ。そう言って泣き笑いをした。角太郎は友吉より一つ上の二十三だった。腕も達者というほどではなく、 男ぶりもパッとしない、ただ愚直で間違いのない仕事をするだけが取り柄であった。どんなことがあっても大切に預かっている。そういった時のいかにも実意のありそうな泣き笑いが、富美吉には今帰って、長老するように思い出されてきた。畜生、あの顔で騙しやがったか。 雨の町へ出た時友吉の心はもうズタズタになっていたそして四五軒一帯な町並みに古道具屋があるのを見つけるとふらふらと店へ入って合口を一本買った「中川の水門が壊れそうだぜもう行けねえ巣飽きの波よけも崩れて入船町辺りは水が床へついたそうだ」 道を行く人声はさっきから物々しくざわついていた。その付近も低いところには水が来ていた。暮れ方の鈍い光を映して、どこからどう押してくるとも知れず、じりじりと目に見えぬ速度で次第に盛り上がっていく水の姿は、まるで生き物のような根強い力を持っていた。 荷車へ家財道具を積んで逃げる者が幾組も通った。大きな包みを背負って女房を功績立てていく者もあった。また一方では、大丈夫だ。安永の水の時もここはつからなかったんだ。今は揚げ潮だからこんなだが、見ていねえ。もう一刻もすれば火一万に決まってるから。そう言って、 気いに逃げ出すのを笑っている人々もある古くから住んでいる人たちは皆その組だった友吉は水を踏んでいった教えられた大井町のところで右へ入る路地がある懐から手ぬぐいを出して放かむりをしたはしょった裾をきっちり帯へ挟んで相い口はいつでも抜けるように左の田元へ入れた 路地の中はくるぶしを浸す水で、もうドブ板が浮いている。逃げ自宅をしている家もあり、畳を上げている家もあった。トムけはその騒ぎを遠い国のことのように聞きながら、半ば夢中で二階屋の前まで来ていた。障子に明かりが差していた。声は聞こえないが、何か片付けているらしい物音がする。 荷物を運び上げてでもいるのか、時々二階の窓の障子へ人影がさし、階段を上り下りする気配がした。友吉はこう指導を開けた。ごめんください。ごめんください。角さんはお宅ですかはい、という返事が二階でして、足早に降りてきたものがある。友吉は、 火を避けるようにしてじっと見ていた。降りてきたのは大きくだった。あの時が十八。だからもう二十一のすっかり成熟した女になっている。きっちりと帯に締められた腰の首でも浴衣の胸の弾力のある膨らみもたすきをかけてあらわになった二の腕の白さも 女盛りの魅力が匂うようである。友吉の目は鋭くお菊の髪が丸まげなのを凝視していた。どうなった船笹さんからですかうちはまだ帰ってきませんが何かと覗く花へ友吉は濡れ足のままと入っと上がって放かむりを取った。 大きくは不審そうに友吉を見た。そして、誰だかということがわかり、相手の目のたけだけしい光を見ると、ああ、お前は愕然と叫びながら、たじたじと後ろへよろめいた。友吉は、襲いかかるように飛び込んで、女の右手をぐいとつかみながら、<ん>友吉だお、驚いたか と歯の間から絞り出すように言った。三の一。ともさん、何をするの女は本能的に危険を感じた。待っておくれ。これには訳があるのよ。どれに訳があるんだこの丸曲げにか。ああ、あれ、誰か。 女のあげる悲鳴が友吉をけしかけた。うるせえ。ジタバタしても追いつかねえぞ。力任せに引き据えると手に当たった腰紐で女を後ろ手に縛り手ぬぐいでがっちりと猿靴を噛ませた。女は大きく見開いた目で祈るように友吉の目を見上げていた。よくも、よくもおいらを騙しやがった。こんなこととは知らねえからおいら。 髪型で三年、一口の酒も飲まず稼いでたぞ。広田屋の名を盛り立てるにも、二人で書体を持つにも、先立つものは金だ。おしろいの匂いも嗅がず、食べてえものも我慢して三年の間、貯めた金が三十両。腕一本で稼ぐには血の滲む苦労をしてきたんだ。それをかえってみりゃこのざまだ。 てめえたちは二人で、さぞこの俺を笑い癖にしていただろう。おいらも自分で自分がおかしいや。おかしくてたまらねえや。ともきちは、引きつったように笑い出した。てめえたちが夫婦になったと聞いても、ここへ来るまでは信用ができなかった。それを、うちはまだ帰らねえ。抜けねえと言いやがったな。 これ、三お菓子の丸曲げを目の前、さらし上がったな。それでやっと騙されたことに、気がついたほど、おいらは間抜けの金看板だ。古いセリフだが、重ねておいて四つにするんだ。死んだ親方もこいつは勘弁してくださるだろう。二人一緒にするのは、慈悲だと思え。トムキチはそれだけ言うと、きくを抱き上げて、次の前へ行き。 空いている戸棚の中へ押し込んで、襖を閉めた。大きくはされるままになっていた。路地には急に人声が高くなった。ああ、いけねえ。下駄が起き出したぜ。ジンベイさん、おめえ逃げねえのか。こいつは波大抵の水じゃなさそうだぜ。宝来橋が渡れたってさ、お前さん、早くその荷物を持って出ておいでよ。 そういう声に入り混じって、ザブザブと水の中を歩く音が聞こえた。どうやら膝あたりまで使ってきたらしい。鋭い赤子の,な赤子の泣き声が起こり、どこかで犬が悲しげに吠えた。友吉は台所へ行ってみた。酔いが覚めそうで、何とも言いようのない酸っぱい悲しさと怒りと悔しさが胸を締め付ける。隅の方に一生どこりがあるのを見つけた。 振ってみると、半分型残っていた。それを下げて六条へ戻ると、いきなり特里へ口をつけてあおった各。各さん各さん二三元先から誰かが呼んだ。いねえのかい、各さん。狼さんもうだめだぜ。今のうちに逃げねえと手遅れになるぜ。おかしいなあいねえのかなぁ。各さんおきくさんったら 女の声も聞こえた。友吉はひょいと冷笑した。それからまた酒を煽りつけた。味も何もわからない。ただ喉をごくごくと冷たく落ちてゆくのが心よかった。路地裏の騒ぎはいつか遠のいていた。ただどこかで人の呼び交わす切迫した声だけが刻々と近づきつつある大きな危険を感じさせた。 とくりがほとんど空になりかかったとき、ともきはひょいと、聞き耳を立てた。ざぶざぶと水音が近づいてくる。おきくおきくと呼ぶ声が聞こえる。トモキチはと利を投げ出して、片手を左の懐へ入れながら、片,片膝を立てた。格子が開いて水音をさせながら、誰か土間へ入ってきた。おきくどうしたいねえのか いるから上がってこいと友吉が叫んだ。誰だ船裟田の岸さんかそう言いながら上がってきたのは、濡れネズミのようになった角太郎であった。彼は人違いをした様子で、岸さん、落ち着いてちゃいけねえ。船はそこまで引いてきてあるんだ。お客は言いかけてぷっと口をつぐんだ。が、 角太郎は聞こえるほど息を引きながら。お、おめえ、兄貴、兄か。俺だ、友吉だよい。い、いつ、いつ帰ってきたそんなことはどっちでもいいや。おいらの顔を見たからにゃ、てめえ、格はいいだろうな。兄うるせえ、てめえのような畜生に、兄と呼ばれる覚えはねえ。まった。 待ってくれ、兄。おめえまさか、お菊さんを。言いかけて角太郎はダットのように二階へ駆け上った。三の二。風呂敷包みにした荷物が三つ四つ安灯の光にわびしく照らされている。ひとまっきりの二階には求める女の姿はなかった。お菊さん うめくように叫ぶ。後ろから追って上がった友吉がだっと体当たりをくれた。ああ、兄、待ってくれ。根を上げるな。話が、話があるんだ。角太郎は友吉より力があった。話せば分かってもらえるんだ。こうするより他にしょうがなかったんだ。待ってくれ。まだ嫌がるか、畜生。ともすれば反対に、 ねじ伏せられそうになる友吉はギラッとい口を抜いた。ああ、危ねえ角太郎は伸びノく表紙に包みへ足をかけてだっとのけざまに倒れる。友吉はそいつへ体ごと組みついた。角太郎は視力を出して友吉の右手を掴み、い口を自分の体の下へ押し込んだ。そしてほとんど畳を噛むようにして、兄おめえ と悲しげに叫んだ。おめえ、三年前、サメズでオイラの言ったことを忘れたのか今さら何を嫌がるあの時の約束を忘れたのか兄。おら、覚えてるぜ。おめえは忘れたかもしれねえが、言ったおら、覚えてるぜ。振りあいだ目から涙が溢れていた。あの時の目だった。 あの時と同じ愚直な目だった。とんちも言えず、シャレを聞いてもわからない、愚直一方の角太郎の顔だった。どんな弁解も信じられなくなっていた友吉だったが、その目とその言葉には思わず水を浴びたようにハッとした。おら、言ったはずだ。たとえどんなことがあっても、お菊さんは大切に預かっているって、兄。 おら、人間がどんだから、ヘマをやらねえとは言わねえ。けれども、兄とした約束だけは、守ってきたぜ。そんなら、お聞くとなぜ夫婦になった頼りもしねえでなぜ家を引っ越したお菊に丸曲げを言わせて、なぜおいらを世間の笑いのにしたんだそりゃ、みんな、堀の若頭領のためなんだ。なんだ 堀の鬼太郎がどうしたと若頭領がお菊さんを妾にしようとしたんだ。兄は立った後で知らなかろうが、亡くなった親方は堀に借金があった。その金を稼にどうでもお菊さんを妾に出せと言うんだ。友吉は殴りつけられたように思った。兄が帰ってきて、 広田屋を盛り返すためには、堀一家と喧嘩はできねえ。しょうがねえからお菊さんと相談の上、二人が夫婦になったと見せることにしたんだ。おら、どんだからど、それより他には、知恵がなかった。兄さえ帰ってくりゃ、どうにかなる。そう思ってしたんだ。引っ越したのを知らせなかったのも、おめえに心配をかけたくねえからだ。 おいらも、お菊さんも、影前を据えて待っていたんだぜ。友吉は、低くうめきながら、起き上がった。そうか。あの二太郎が元か。持っていた合い口を投げ出すといきなり友吉は階段へ飛んでいった。いつそんなに出たものか、水をもう階段を六部型、浸していた。 友吉はくるくると裸になって、その水の中へ飛び込んだ。畳が浮き、タンスが浮いていた。友吉は夢中で戸棚の剣刀を探した。狭い家の中なのに、水でしたるとまるで剣刀が来る。二度まで息をつき、水面へ浮いたが三度目にやっと、ふすまへ手がかかった。生きていてくれ、大きく。 トムキチは水の中でふすまを蹴あぶった。それから手を伸ばして、大きくの腕と思えるところをつかんだ。けれどもう息が詰まって、胸が引き裂けそうだった。頭がくらんできた。大きく、大きく、だめだ。トムキチは息を吐くために、もう一度水面へ浮いた。そしてすぐに水が天井とすれすれまで、 上がっているのを知った。兄兄格太郎の狂気のような声を聞きながら、四度潜った。神の加護か侵入する水の力で、おきくの体が戸棚から押し出されていた。友吉は夢中で抱え込むと、流れる造作の間をかき分けながら、階段口の方へ泳いでいった。格 兄手を貸せ、お菊さんだ。角太郎の手大きくを渡すと、気の緩みで友吉はズブリと水の中へ沈んだ。しかし、すぐに階段へ捕まって、肩で息を吐きながら二階へ這い上がった。角太郎は合い口を拾ってきくの縄目を切り離した。友吉はすり寄ってお菊の肌へ手を差し入れた。ぬくみがあった。 格太郎が手早く包みを解いて、ちりめん浴衣を一枚取り出した。友吉は目をつむって、お菊の濡れた着物を取り替えた。それから包みの一つを取り引き寄せ、その上にお菊をうつ伏せに寝かして、力いっぱい背中を叩きながら、お菊,お菊、お菊、お菊、と懸命に呼びかけた。格太郎はその間に、 屋根へ飛び出して、兄、おいら、船を持ってくるぜ。表の一丁へ繋いでおいたんだ。もしあれが流されていたら、すまねえが俺たちは。すまねえな、俺だ。見てきてくれ。じゃあ、わかってくれたんだね、兄。角太郎は振り返って泣き笑いをした。 おら、どんな生まれつきだ。兄に飛んだ心配をかけちまって、すまねえ。勘弁してくんな。かく、生きるも死ぬも三人一緒だ。おいらのおバカを笑ってくれ。おら、泣き笑いを残したまま、かく太郎は屋根伝いに飛んでいった。 その時、お菊が水を吐いた。閉めたぐいぐいと、溝落ちのところを手で揉むようにしながら、なおも背中を叩くうちに、二度三度とおびただしく吐いたが、やがて低くうめき声を上げながら、起き上がろうとする様子を見せた。お菊、気がついたか、ともきちだ。ああ わかるかおいら、ともきちだ。ともきちだぜ。抱き起こす手、おきくは力の抜けた自分の手をそっと絡んだ。濡れて髪のように白い顔へ、にっと微笑みが浮かんだ。ともさん。何もかもわかった。おきく、おいらが馬鹿だった。 勘忍してくれ。おくの手が弱々しく友吉の指を握った。大きく見開いた目からほろっと涙が落ちて、むせびあげるような声で言った。友さんったら、あたしをあんなところへ入れたまま忘れたりして、ダメよ。おく。 私怖かったわ半分は泣き声だったそして懸命に笑おうとしたがたまりかねていきなり友吉にすがりつきながら叫ぶように言った「待っていたのよ友さん」わっとなく大きくの手を無言の謝罪を込めて友吉は握りしめた。 すり寄せた頬と頬二人の涙の温かさが二人の間にあった三年の月日を一んに取り戻した。窓の外へ角太郎のこぐ船のろうとが近づいてきた。天明元年七月二十二日の夜のことで